大フライホイル蓄電システムの仕組みを紹介します。まず超電導でフライホイルが浮上します。なおかつ真空容器の中なのでロスなく回転することができます。太陽光が出ているときにはフライホイルが電気を送って、雲がかげったときにフライホイルから電気を取り出して街並みに行く電気はいつも安定します。また太陽光が出てきたときにフライホイル側に電気が行って回転数を上げながら蓄電していって6000回転でフル充電になります。また雲がかげってきたときにフライホイルから電気を供給して街並みに行く電気を安定させるような仕組みになっています。